はい、皆さんこんにちは。ヘビバリーチャンプです。面白いものでしょうね、きっとね。Share more consumer lease。自転車最近あっちこっちで見かけます。こういう自転車ですね。なんかリース、レンタルのバイクみたいですね。なんか鍵みたいなのがついてますね。でボタンがついていて、でこちらには1ドルアワーってなってますね。まあ1時間100円ぐらいっていうことなんでしょうね。でこれ日本でもやったら便利だと思います。私がいた時にはなかったんで、まあ、ここでも最近見るんですが、もしね、日本でもこういう風なものができれば便利かなと思いました。あっちこっちにこうあるんで、どこにまあ乗り捨てっていうか、どこに放置してもいいのかなとかっていうふうに勝手に思ってますけど、多分そうだと思います。ちなみにここはちょっと、360度ぐるっと回ってみますとこんな感じですかね。ちょっとしたポートになってますね。でパーキング場が結構ありまして、今日はちょっと曇ってますんで、あんまりちょっと目が回る、キャンピングカーがあったりして、ヨットがあったりして、あそこに見えるのがシーワールドですね。なんかシーワールドが見えます。でちなみにこんな感じですかね。であちこちで見かけるんで、多分放置していいんだと思います。こんな感じですね。360度、サンディエゴからの、レンタルバイクの紹介でした。さすがです。